色が濃い国ほど一人当たりのタバコ消費量が多い国別タバコ消費が愛嬌とは一年間に一人の成人が消費するタバコの量を一覧にしたものである2010年代のここ数年は全体的な消費がわずかに減少したが2016年の世界年間タバコ消費量は約5兆7レレ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 本でありそのうちの約4割が中国であり 日本は約3%である。また、経済発展と継続的な人口増加のため、多くの人間開発指数が中程度または低い国々でタバコの消費が増加すると予測されている。例えば、喫煙者の数は2015年から2025年にかけて、インドネシアでは2、400万人、ナイジェリアでは700万人の増加が予測されている。 2015年時点で世界の喫煙者数は約11.7億人である。男性の喫煙者の約4分の3が HDI が中程度または高い国に在住しているが、女性の喫煙者の半分は HDI がとても高い国に在住している。ほとんどの中、高 HDI 諸国の男性の喫煙率は過去100年で大幅に増加したが、HDI が とても高い国の諸国では20世紀前半からこの減少が早く起きていた。ほぼすべての HDI が非常に高い国々では1950年代以降の男性喫煙が大幅に減少した。中、高 HDI 諸国の多くは罹患率の低下を見せているが主に21世紀初めから比較的緩やかなものである。ほとんどの低 HDI 諸国では HDI が非常に高い国々の女性の喫煙率は男性喫煙のピークから数十年後にピークに達したが喫煙率自体が低かったり増加は緩やかである。ただしブータン、グリーンランド、ガイアナ、香港、ソマリランド、西サハラ、中華民国、カシミールやフォークランド諸島等の諸島はデータなし。赤が濃いほど喫煙率が高く薄いほど 低い赤が濃いほど、喫煙率が高く、薄いほど低いは2014年、は2013年、は2011年、は2002年のデータである。ただし、グリーンランド、モナコ、サンマリノ、ソマリランド、香港、中華民国、ツバル、西サハラ、カシミールやクック諸島、マーシャル諸島、ソロモン諸島を除く諸島は、データなし。また、日本のデータは、 ウィキペディア喫煙率と異なっているが、このデータ元は、アイムからのデータの値からである。AB アメリカンキャンサーソサイティザタバコアトラスイシューコンサンプション2018年12月11日閲覧 ABC アメリカンキャンサーソサイティザタバコアトラスイシュープレビランスル2018年12月11日閲覧ありがとうございます。